今年も始まってもうすぐ一月になるな。そうね。2023年もいろいろあったわね。日本史的にはどんなことがあったかしらね。それじゃあ今日は2023年に日本史でどんなニュースがあったのかについて、簡単に解説していこうと思うぜ。それは楽しみね。よろしくお願いするわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。それじゃあまずはじめに一つ目の重大ニュース。平城京中心近くで大型建物跡見つかる、だぜ。平城京って聞いたことあるけど、どんなところだったかしら？平城京は今の奈良市にあった古代の都だぜ。この平城京の中心部に近い場所で、奈良時代の大きな建物の跡が見つかったんだ。どんな建物だったの？発掘調査で分かったことによると、この建物はとても大きくて、およそ6ヘクタールの敷地があったんだ。当時の大臣クラスの人物の住まいに匹敵する広さだったんだよ。へえ、そんなに大きな建物があったなんてどんな人が住んでいたのかしらね。専門家は天武天皇の王子で順仁天皇の父でもある舎人親王の邸宅の可能性が高いと見ているんだぜ。舎人親王は、日本書紀の編纂者としても知られている重要な人物なんだ。日本書紀って、日本最古の公式の歴史書よね。舎人親王ってすごい人だったのね。そうなんだ。そしてこの発見は、天武天皇の王子たちに同規模の邸宅があることから、居住者が分かれば平城京の都市計画や当時の政治的な思想を理解する上でも、大きな意味があるんだ。まさに歴史的な発見になるかもしれないのね。さて、続いて2番目のニュースは奈良県の富雄丸山古墳から国宝級の発掘、だぜ。え、何が見つかったの？盾型の銅鏡と国内最古の蛇行剣が出土したんだ。これらは古墳時代の金属工芸の最高傑作と言われているんだぜ。それはすごいわね。どんな形だったの？銅鏡は盾の形をしていて、長さ64センチ、幅31センチだったんだ。裏には心臓や霊獣の文様が施されていて、これまでにない形態なんだ。その文様には特別な意味があるの？盾型の銅鏡は邪悪な侵入者を跳ね返す目的があったらしいぜ。それと一緒に見つかった2メートル強の蛇行剣は持ち主の権威や力を示していたんだ。なるほど、それにしてもどうやって作ったの？奈良盆地にいた職人たちが作ったらしいぜ。当時すでに高度な金属加工技術とデザイン力を持っていたことは驚きね。この古墳には誰が埋葬されていたの？多くの研究者は、大和王権直属の有力な豪族だったと推測しているぜ。副葬品から考えると、被葬者はかなりの富と力を持っていたんだろうな。他で見られないようなものが埋葬されていたんだから、すごく偉い人だったんでしょうね。実は現在この銅鏡や蛇行剣のそばにあった木簡の発掘調査を行っていて、もしかすると追加で大発見があるかもしれないぜ。これからも富雄丸山古墳には注目ね。続いて3つ目のニュースは家康や信長のものを含む朱印状361通が、京都の石清水八幡宮で見つかったというニュースだぜ。おお、具体的にはどんな朱印状が見つかったの？例えば、石清水八幡宮一帯の神職宛てに、家康が領地を保証する朱印状が見つかったんだ。関ヶ原の戦いの4ヶ月前のことで、同じ日付で同一地域に出した朱印状としては最多なんだぜ。へえ、それはすごい発見ね。家康って、どうしてそんなにたくさんの朱印状を出したの？家康は八幡宮を優遇することで、天下掌握の足がかりにしようとしてたみたいだぜ。この八幡宮は交通の要衝にあり、源氏の氏神として信仰を集めていたからな。なるほど、じゃあ、政治的な意図があったわけね。家康は岩清水八幡宮の境内都市の重要性を理解していたからだろうな。それに武神を祀る八幡宮を建てることで戦勝祈願の思いもあったとされているぜ。それともう一つ、この朱印状の中には信長の朱印状も含まれていたぜ。信長の朱印状にはどんなことが書かれていたの？この朱印状は戦国時代の岩清水八幡宮境内にあった宿場町に関するもので、軍勢による乱暴や放火など地域内での禁止事項を通知した内容なんだ。どんな背景で発出されたものなの？この朱印状は1569年3月の日付で、信長の留守を狙って室町幕府将軍の足利義昭が、三好三人衆に襲撃された本国寺の変の2ヶ月後のものだぜ。それってどんな意味があるの？専門家は、信長に保護を求めた住民側からの要望で制定されたと考えているんだ。骨の条文があり、軍の乱暴行為を禁止することや、商売で人質を取ることを、禁止する命令などが記されていたんだよ。なるほど、信長と家康の時代の朱印状の発見で何か面白い事実がわかるかもね。一つの資料の発見で全く関係ない謎が解明するかもしれないからな。歴史って面白いわね。
続いて4つ目の発見は鹿児島の中世の山城渡来城跡で、庭園城の遺構見つかる、だぜ。なんとなくだけど山城ってガチガチの防御施設で、庭園みたいな風流な雰囲気は似合わないわね。確かにそんなイメージだよな。ところがそのイメージを払拭するような発掘が鹿児島県の渡来城跡で見つかったんだ。渡来城ってどんなところなの？渡来城は平安時代末から鎌倉時代にかけて築かれた山城で、その後約300年間渋谷一族や島津四兄弟の三男俊久などが拠点として使っていたんだ。なんだか歴史が深そうね。どんな発見があったの？最近の調査で、大きな石を置いた庭園と考えられる遺構が発掘されたんだ。鹿児島県内では他に例がなく、全国的にも珍しい発見なんだよ。庭園がある山城って珍しいの？ああ、戦闘の場である山城に文化的な施設の庭園が見つかるのは全国でも少ないんだ。庭造りの技法釜製石が使われていて、枯山水のような造りだったらしいぜ。それは貴重な発見ね。渡来城の庭園はどの時代のものなのかしら？庭園ができた時期はまだわかっていないけど、専門家は島津氏が三州統一を果たした天正6年頃、俊久が城主だった時期の可能性もあると見ているぜ。この発見も今後に期待ね。5つ目の話は地中から埋蔵船10万枚帳が見つかる、だぜ。その話は以前動画にしていたわね。よく覚えているな。一応簡単に説明するぜ。どんな話だったかもう一度聞きたいわ。それじゃあ改めて話すと、群馬県前橋市の工場建設地で紀元前の中国初の統一通貨汎用船や、7世紀から13世紀にかけて作られた渡来船など、10万枚を超す大量の埋蔵船が見つかったんだよ。どの時代のものなの？調査したところ、中国の前漢時代から南宋時代までの通貨44種類が確認されたんだ。最も古いのは紀元前175年初鋳造の汎用船で、最も新しいのは1265年初鋳造の南宋の通貨だ。へぇ、それで埋蔵時期はいつ頃なの？埋蔵時期は鎌倉時代と考えられているけど、調査はまだ続いていて、埋蔵年代が変わる可能性もあるんだ。なるほど、遺跡の所在地ってどんな場所なの？総社村東山遺跡は、総社古墳群や三王廃寺、神津家の国分寺などがあるエリアで、古墳時代から律令期にかけて神津家の国の中心地域だったと見られているんだ。なるほどね。少し思い出したわ。概要欄に以前の動画を貼っておくからよかったらぜひ見てくれよな。そうね。見てみるわ。6つ目のニュースは奈良県飛鳥で、強大な平野と発掘、除名天皇の飛鳥岡本の宮か、だぜ。飛鳥って、どんなところなの？飛鳥時代に歴代天皇の宮が築かれた場所になるぜ。その飛鳥で除名天皇の飛鳥岡本の宮の一部と考えられる長さ45メートルの平野跡が見つかったんだ。それはすごい発見ね。平野跡ってどんなものなの？この平野跡は南西から北東へ伸びていて、柱の穴が一辺1メートル以上あるんだ。重要な建物を区画する堅牢な平野跡と見られているんだぜ。なるほど、他にも何か見つかったの？ああ、光翼天皇の飛鳥板吹の宮や天武天皇持統天皇の飛鳥清見ヶ原の宮に関わる大型建物跡も出土したんだ。この時代はまだ天皇の代替わりごとに宮が建て替えられたんだけど、珍しく一括で発見されたんだぜ。それって、どんな意味があるのかしら？この発掘調査は、飛鳥時代の宮の構造や歴史について新たな理解をもたらす大きな意味があるぜ。飛鳥岡本の宮を含むこれらの宮は、さっきも言ったが天皇が変わるごとに、新たに建てられたから、それぞれの時代の政治や文化を反映しているんだ。へぇ、それじゃあ、宮の構造について何か分かったことはあるの？そうだな、例えば飛鳥板吹の宮以降は、建物がすべて南北方向に並ぶように統一されていたんだ。また、飛鳥岡本の宮は飛鳥川の地形に合わせて設計されていたことも分かったんだ。また中穴に残る焼けた土や灰は、日本書紀に記されている火災の記述と合致しているんだ。この発見で飛鳥時代の宮中の様子が新たに分かるようになるかもしれないのね。7つ目は仙台城大手門の門中の礎石を発見、だぜ。その話はどんなところがニュースなの？仙台城の大手門は、約400年前に伊達政宗が築いた仙台城の正門で、日本最大規模の城門だったんだ。でも、1945年の空襲で焼失してしまったんだ。それは残念なことね。それでどんな発見があったの？最近、東北大学の調査で、空襲で焼失した大手門の門中の礎石が見つかったんだ。これまで大手門の正確な場所が分かっていなかったから、大きな発見なんだよ。さらに門の金具も見つかったんだ。それは興味深いわね。
見つかった金具って、どんなものなの？ドーム型の釘隠しと見られる金具が3つ入った箱が見つかったんだ。色は赤黒く、空襲による火災の影響で変色したと見られているんだぜ。それに菊の花の模様が装飾が施された釘隠しや、伊達家の家紋が書かれた瓦もあったんだぜ。なるほど、じゃあこの発見によってどんな影響があるのかしら？この発見は、大手門のより正確な復元につながる貴重なものなんだ。仙台市や仙台城の調査をしている仙台市博物館も、これらの発見を参考にして、復元作業を進めたいと考えているらしいぜ。今後につながる発見になるといいわね。続いて8番目のニュースは平安京中塚佐庄跡で地盤整備の跡が見つかる、だぜ。中塚佐庄って、どんな役所だったの？中塚佐庄は天皇が直接発する詔勅や宣言、叙位を扱う重要な役所で、陰陽道や財政、官僚の出張時に渡される駅鈴の管理、宮中警備なども任されていたんだぜ。それは重要な役所ね。それでどんな発見があったの？最近の調査で、拳台の石と瓦切れを詰めた地盤整備の跡が出土したんだ。周辺では16世紀後半、豊臣秀吉によって築かれた聚楽台があったことがわかっているんだ。なるほどね。その地盤整備の跡は聚楽台のものだったのかしら？邪気などの出土物から、この治療跡は聚楽台の築城に伴う遺構と推測されているんだ。大規模建物か屋敷地を区切る塀を建設する目的だったと見られているぜ。それはどういう意味があるの？江戸中期の古地図によると、聚楽台の本丸の南側に徳川家康の屋敷地があった可能性があるんだ。この地盤整備の跡は家康の屋敷の整備に伴うものだった可能性があるんだよ。これが聚楽台や家康の屋敷についての新しい発見になるのね。実は今年に入ってから聚楽台の堀ではないか、とされる遺構が発見されており、今後も期待が持てる遺跡になっているぜ。まだまだいろんな発見がありそうね。それじゃあ9つ目のニュースに移るぜ。9つ目は吉野ヶ里遺跡で弥生時代の石棺が見つかる、だぜ。以前、話をしてもらったニュースね。霊夢の言う通り以前話したんだが、注目度が高くてたくさんの方に見てもらったぜ。今回は続報も含めて簡単に話をさせてもらうぜ。確か、吉野ヶ里遺跡のこれまで神社があって発掘されていなかった場所を発掘してみたら、お墓が出てきたって話だったわよね。よく覚えているな。今回はその続きの話をしていくぜ。盛り上がっていたわね。結局墓からは何が出てきたの？やたら佐賀県知事が盛り上がっていて何が見つかったんだ、って話だったんだが、残念ながら、人骨や副葬品は見つかってないんだ。佐賀県知事も、副葬品がなかったことについて極めて残念とコメントしていたぜ。それはちょっとがっかりね。ただ、さらに続きがあって国内最古級の可能性がある銅剣を作るための鋳型が出土したぜ。そんなすごいものが出土していたのね。そうなんだよ。新たに発見された鋳型は、弥生時代中期のもので、剣や矛を作るために使われていたんだ。これからもいろいろなものが出土しそうね。それじゃあ本日最後のニュースは、小牧長久手の戦い直後に、織田信雄から、徳川家康に宛てた書状が発見される、だぜ。織田信雄が家康宛ての手紙ってどんな内容なの？この書状、1584年の小牧長久手の戦いの後、信雄が家康に送ったものだぜ。家康と秀吉の間の緊張が続く中で書かれたもので、信雄が家康に秀吉への心中を促しているんだ。信雄は家康が秀吉との関係修復を考えていることを知ってたみたいで、その計画を後押ししていたぜ。書状が発見されたってことは、これまで知られていなかった新しい資料ってこと？ああ、その通りだ。この書状は旧省内藩士の家から伝わったもので、司教土資料館に寄託されたんだ。専門家たちが分析して、信雄の真筆であることを確認したんだ。でも小牧長久手の戦いって信雄が始めたのよね？ああそうだな。それで自分はさっさと家康を見捨てて秀吉と講和した挙句、家康と秀吉の仲を仲介していたのね。まあそれも処世術ってやつだろ。滅ぼされても何も残らないし、秀吉と家康の双方にいい顔ができるんだからな。なるほどね。そういう考え方もあるのね。ところでどんな新発見があったの？以前は徳川方は秀吉との関係構築を断固として拒絶していたとされていたけれど、実際には調整を図ろうとしていた事実があったんだ。歴史っていつも新しい発見があるものね。この書状の発見で、この時代の研究が進むかもね。ああそうだな。この話は2023年の日本四十大ニュースの中でも、特に注目されるニュースだったぜ。注目度が大きい人物の話だもんね。さて、今回の動画はここまでだ。今回の動画はいかがだったかしら？皆さんの気になるニュースは何かあったかな？あったらコメントで教えてほしいぜ。個人的なニュースでもいいわよ。みんなのコメント読ませてもらっているわ。本当にありがとう。これからもこのチャンネルをよろしくお願いするぜ。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。